んにちは。今回は、宮崎県延岡市の交差点を紹介します。延岡駅から徒歩9分、750メートル先にある交差点です。この交差点には、電球でレンズが黒く焦げた信号機があります。眠くてクマができてるみたいですね。そうですね。少し前まではここよりもひどい交差点が日向市にあったんですが、信号全体低コストに更新されました。まずは、動画を見てみましょう。次に写真を見てみましょう。まずは車灯です。黄色、赤はあまり焼けていません。次は歩道です。次は押しボタン箱です。次は制御機です。次に銘板を見てみましょう。車灯は信号電材製で平成9年2月製です。歩道は小糸工業製で昭和60年10月製です。押しボタン箱は小糸工業製で2004年11月製です。制御機は、小糸工業製で2005年3月製です。最後、画像は銘板しかないですが、感知器はオムロン製で、2013年2月製でした。ということで今回は、電球でレンズが黒く焦げた信号機を紹介しました。次回はまた、別の交差点を紹介します。チャンネル登録や高評価、コメント等などもよろしくお願いします。また、概要欄に Twitter のリンクも貼っているので、ぜひフォローお願いします。次回もお楽しみに。